パーククレット郡とは、大中部、ノンタブリー県にある郡。パーククレットのパークは、入り口、クレットとは、小川と小川をつなげる運河のことである。この名前は、蛇行していたチャオプライアー側を運河でつなげて、運行距離を短くしたことにちなむ名前である。日本語では、パクレット、パークレットなど、表記揺れが大きい。クレット島の JD1721 年。 蛇行していたチャオプライアー側をまっすぐにする蛇行していた半円部分に南北にラットクレット運河を掘った。その後、掘り出されてチャオプライアー側の中須となった部分はクレット、島と呼ばれるようになった。その後クレット島は、門族の居住地となり、門族文化である素焼きの名産地となった。1990年代前半、バンコクの不動産会社、バンコクランドによって、 ムアント・オーオンターニーと呼ばれる高層コンドミニアムなどを中心としたバンコク郊外のニュータウン建設が行われた。また1998年アジア競技大会に合わせてムアント・オーンターニースポーツスタジアムやインパクトアリーナムアント・オーンターニーも作られた。日施設は現在まで拡張を繰り返し、大災大級の複合コンベンションセンターであるインパクトムアント・オーンターニーになっている。 これらの発展により、パーククレット中心部は2000年2月20日、テイサバアンナ港に指定された。チャオプライヤー側の形成した平地にあり、クレット島と呼ばれる人口の中州がある。市内の主な道路は南北に伸びる国道306号線で、北はパトゥムターニーまで伸び、南はノンタブディを通り、ラーマセイ橋を通ってカーンチアナピセイク通りまで通っている。 もう一つの主要な道路は国道304号線はバンコク、ラックシークを通ってミンブリークまで伸びている。軍内の産業のほとんどは商業や工業である。名産品は素焼きの陶器である。軍は12のタムボンとさらにその階の85の村に分かれる。このうち34の村を統括する5つのタムボンはテイサバアンナコーンパーククレットの域内にあり。 その他の7つのタムボンにはそれぞれタムボン行政体が設置されている。タムボンパーククレット、タムボンバーンタラート、タムボンバーンマイ、タムボンバーンプート、タムボンバーンタナイ、タムボンクローンプラウドム、タムボンタイト、タムボンコクレット、タムボンオームクレット、タムボンクローンコイ、タムボンバーンプラップ、タムボンクローンクルワ。ありがとうございます。